イネシアガルン群山の噴火で発生した火山、雷火山雷とは、火山噴火によってもたらされる雷のことである。この雷は、火山という条件上とても近づきにくい条件で発生するため、詳しい所領の観測はしにくい。火山が吹き上げる、水蒸気、火山灰、火山岩などの摩擦電気により生じる。また、水蒸気が少ない場合でも発生できる。 しかしながら流動性の高い高温なパホイホイ、溶岩などの溶岩を吹き上げる火山の場合は、高温な溶岩が電気を通しやすい性質上、雷はほとんど発生しない。また、火山灰、火山岩などの個体による摩擦電気がもたらす雷であるので、通常の雷よりも静電エネルギー量は一般的に高いとされている。阿蘇山での観測結果では、 粒子が細かいと発生しやすいとする報告がある。桜島で噴火と火山雷には一定のパターンがあり、2012年に発生モデルが提唱された。火山雷は古くから記述が見られ、続に本記、天平法治8年12月上に大隅国と薩摩国の境で3つの島が誕生した記述に煙のような雲が空を覆い、電光がたびたび走った。 雷印に似ているようで雷ではないといった記述がなされている。この他にも火山噴火とともに雷の記述が記録されている例としては日本語記延暦19年6月6日上3月14日から4月18日にかけての富士山噴火の記述として富士山自ら焼け夜も火の光が照らし雷灰が落ち山下の川水は高色になったとある。 近代的な観測が開始されたのは2000代以降で、先行を目視観測するほか、電波による観測が行われる。日本での電波による観測は、JLDN などが行っている。落雷による地で遠流パルスが検出される。ありがとうございます。